これ何？大丈夫だろうか。誰お前。うわ、何これ、キルトン。そこの旅の人様、もしやこの洞窟にご用が。申し訳ございませんが、ここは今兄じゃ。誰？何？怖っ。何俺、やっぱり無理だよ弟よ。あの伝説の生き物を悟りになれるなんになる なるなんてことはそもそも無理なのですよ。そんな夢物語を追うのではなく、私と一緒に魔物コレクションを。ああ兄じゃ、僕は何としても憧れ続けた悟りになりたいんだよ。迷いの落とし物を手に入れれば悟りになれるはずなのに。噂通り洞窟の迷いといえる悟りより光る生き物いたんだよ。でもまさか壁の高いところにいてあんな逃げ回るなんて予想外だよ。ならば弟よ、迷いを捕まえるのに誰かの手を借りてみるのはどうだ。ほら、お前が集めていたあのお宝、あれと引き換えれば。ええ、思ってるよ多分。旅人ね、僕と兄の話聞いておられましたか。僕の夢を叶えるためには迷いの落とし物が必要なのだけど、迷いがあんな動きするなんて、聞いてくれますか。僕の夢は幻の生き物サトリになることです。サトリはハイラルの各地で目撃されている伝説の生き物なのよ。鋭い眼、青白い毛並み、僕はずっとあの姿に憧れ続けてきた。そして調査の末、古文書からサドリになる方法を見つけたんですよ。その方法とは、暗い洞窟を好みサドリと同じく青白く輝く謎の生き物迷い。その迷いが弱った時に現れるという迷いの落とし物を集めること。それで洞窟に潜む迷いを狙って落とし物を手に入れようとしたのですが、まさか迷いがあんなに逃げ回るなんて。ああ、なんとしても憧れの悟りになりたい。あ、ごめんなさい。でもそういうわけにはなるので、迷いの落とし物がもし手に入ったら僕に譲ってくれません。もちろんお礼は安いますよ。あげるよ、はい、あげる、はい、どうぞ。そう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 、それは迷いの落とし物。おどろよ、本物か。宣伝された形状に淡く青く輝き、本物の迷いの落とし物だよ。やった、これで僕も憧れのサートリに。旅人さん、どうもありがとう。お礼にこれを受け取ってください。ゴブリンマスクゴブリンマスク、ああ、ボブゴブリンに気づかれにくくなるマスクやって。ありがとう。僕はこういう魔物になりきるグッズや魔物の体の一部をコレクションしてまして、お渡ししたのはボブゴブリンも見違えるほどそっくりに作られたマスクなのですよ。ぜひかぶってみて、身の心もボブゴブリンになっちゃってくださいね。さてさて、それではお待ちかねの迷いの落とし物いただきますよ。早速失礼して。食べんの？もう体に変化はないんだけど、不思議な感覚が満ちてくると感じる。おお、これはきっとサトリに近づいたに違いないけど、もっとお待たせ。一個ずつじゃダメなんだ、たくさん集めて一気に食べないと。そのためには、アリじゃ、僕は迷いの落とし物を集める旅に出ることにするよ。そうか、お前が決めたことだ。私は応援させてもらうよ。迷いの落とし物が一つでも多く集まることを祈っているからな。アリじゃ、ありがとう。
旅人さん、お世話に なりましたか。僕は迷いの落とし物を集める旅に出ます。次に迷いの落とし物を手に入れる時もぜひ僕に譲ってください。その時は僕のお宝コレクションに迷いの落とし物と交換差し上げますよ。それじゃあまたどこで会いましょうね。もう言ってしまったね。無事に夢を叶えるといいですか。さて、私もそろそろ出発します。あっかり地方の市から村に向かうのです。旅のお方、弟のこと本当にありがとうございました。そしてよろしければ弟の夢を叶えるために旅先でも協力してあげてください。弟の居場所は私も調べておきますので、見つからなければ市から村に訪ねてください。それでは失礼しますね。あ、消えてもった。一回喋りたかった。それも初めてか。ブレはやり込んでる人か。あ、ブレ、あー、わかった。思い出した。なんかあの、魔物のなんから、なんちゃらかんちゃら言うて、話しとった。一回も会わずに僕クリアしちゃったから。なるほどね。